ガバメントイシューはアメリカのハードコアパンクバンド。1980年にワシントン DC にて結成。そのキャリアを通してメンバーは流動的であり、結成から解散まで在籍したオリジナルメンバーはボーカリストのジョン・スタブのみである。ワシントン DC のハードコアシーン霊明記のバンドでありながら、後年にヘビメタル、サイケデリックロック、ニューウェーブなどの要素を織り混ぜた。 音楽性を展開し、後続のバンドに影響を与えた。パンクバンドザ・スタブ解散後、1980年に、ボーカルのジョン・シュローダーが名前を、ジョン・スタブ名義に変え、スタブとドラマーのマーク・アルバースタットがギタリストに、ジョン・バリー、ベーシストにブライアンへを誘いガバミント・イシューを立ち上げる。12月に初公演。2度目の公演は警察によって中断された。 1981年9月にデビュー EP レッチェレスブルをディスコードレコードよりリリースベーシストのゲーが大学進学のため脱退しマイナースレッドのブライアン・ベーカーが加入ギタリストのバリーもその後脱退しベーカーがギターを担当トムライルがベーシストとして加入1982年にセカンド EP メイクアンエフォートをリリースしベーカーが マイナースレッドに復帰。ライルがギターを担当し、ベーシストとして、ミッチ・パーカーが加入。1983年にファーストアルバム、ボイコット・スタブをリリース。ロブ・モスが一時的にベーシストを担当し、ギタリストにマイク・フェローズが加入し1984年に、セカンドアルバム、ジョイ・ライドをリリース。フェローズは、ライツ・オブ・スプリングに加入し、ジョン・レオナードがギタリストとして、 加入、1985年にサードアルバム、ザ・ファン・ジャスト・ネバー・エンズ、e p ギブ・アス・スタブ・ワギブアス』です。ライブアルバム、ライブ・オン・ミスティックをリリース。フォースアルバム、ガバメント・イシュー・レコーディング中に、アルバースタッド・トレオナードが脱退、新ドラマーにショーン・セイリー、新ベーシストに、元マイナースレッドのスティーブ・ハンスゲンが加入し、アルバムを完成。 スタブはよりメロディアスな音楽性を模索した。セイリーとハンスゲンは間もなく脱退し、J. ロビンスとピーターモフェットが加入。1987年にフィフスアルバム、U。1988年にラストアルバム、c ラ a s h をリリースし、1989年に解散した。ギタリストのライルは1992年にソロアルバム、サンクチュアリをリリース。J. ロビンスは、 ジョーボックスを結成し、モフェットは、ウールに、加入。二人は後にバーニングエアラインズを結成した。スタブは、ワシントン DC エリアのバンドに参加し2000年に、ザ・ファクトリー・インシデントを結成。2007年7月17日、スタブは、自宅近くで5人の男から暴行の被害に遭い、高校外科で手術を受ける。手術費用と奪われた金銭を賄うため9月23日に、 スタブ・ベーカー、ナイルの3人とドラマー、ウィリアム・ナップの4人でガバメントリー州の名で再結成事前コンサートが開かれた。2010年12月11日にワシントン DC で2度目の再結成公演。売上金はローカル DJ が立ち上げた医療基金に寄付された。2014年4月11日にも再結成し、 ワシントン DC で開かれたダメージドシティフェスティバルに参加し演奏を行った。ありがとうございます。